はい、こんにちは、三次郎です。今日はですね、生活保護費の、支払い日、支給日、生活保護費の支給日っていうんですかね、支払い日ですかね、についてちょっとお話しします。ちょっと動画で上げてる方おられたんですけどね、なんか全国統一じゃのって自治体ですか、市役所言うんですかによってやっぱり違うみたいでね、大体は、1日1日ですね、1日支給支払い支払い日のようですけど、その市役所によっては、3日支給日とかね、5日とかなんかそんなあるみたいですわ。大概は1日やと。で、私は大阪市なんですけど、ほぼ1日ですね。こんな感じでね。これが、令和3年度生活保護費支払い日一覧表ということで、もう大方1日なんですけど、この、なんちゅうんですかね、カレンダーの都合で、これ黒、ご丁寧に黒太文字にしてますよね。5月分なんかは4月の30日金曜日とかね。8月分は7月30日金曜日。まさしく今月ですね。8月分をいただけるのが7月30日の金曜日ということですわ。だから、7月31日が土曜日で、7月30日金曜日っていうことですね。あと、令和4年の1月分。これが12月24日の金曜日。これ、まあ、正月前やいうことですかね。12月24日金曜日に入るいうことですね。だから、大阪市の場合は、大方1日っていうことです。はい。で、この1日、なんですけど、1日の前日にはね、振り込み、銀行口座に、銀行口座に入金されるんかな。口座振り込みされてる方は、前日、まあ、だから、7月1日の前日ということは、6月の末に、1日前、末にお金が入ってるということですわ。だから、それもね、日付が変わった、日付が変わったら入ってるっていう話も聞いたことありますんでね。もう、前たら、1日の前、月末になった瞬間に、日付が変わった瞬間に入ってると、っていうことやと思います。それはまあ自分では確認してないんでね。まあ、どうでしょう。ちょっとよくわからないですけど。まあそんな感じでございますわ。はい。でね、だからこれ、今月で言うと7月30日ですやん。7月30日金曜日ということは、1日前ということは、7月29日の木曜日。7月29日の木曜日に日付が変わった瞬間に入ってるということみたいですね。だからまあ29日に出せばいけると。っていうことです。だからもう私もね、もうまあこんな変則の29日とかやった銀行空いてるから助かるんですけど、この前た月末にね、みんな並んではったんよ、こんだけ並んではんなって思ってる、まあ、仲間入りをすることになるんですよね。もう一緒に並んでるみたいなね。まあそない考えたら手数料の問題さえクリアできればどうなんですかね。別に並ばんでも要領よくしてはる方いてはるみたいなんですけどね。ネット銀行よりかネットどうのこうのなんですかね。私らはね、結構原始的なんでね、いつも並んでるんですわ。はい。そんな感じでございます。はい。だから、そうですね。役所によって違うって言いましたもんね。はい。そんな感じでございますわ。ほんまにね、
もう、なんちゅうたらいいんですかね、月末が、なんていうか、まあ今まであんまり味わってないですよね、こういう感じね。味わったことない感じかな。待ち遠しいっちゅうこともないんやろうけど、気になるっちゅうかね。まあ一緒かな。まあ給料日を計算してどうのこうのしてるんとまあ一緒なんかな。はい。まあまあ、私としたら今回これで何回目？ちゃんと振り込まれるのは2回目なんかな、多分。最初は役所で手渡し、役所の銀行で持ってますんでね。この7月末にもらうので2回目ですね、おそらく。はい。そんな感じでございますわ。まだまだ新人さんでね。新人さんで、その長いはしまへんで、長いする予定はないんですけど、はい。そんなこっちゃでございます。はい。以上、今日は生活保護の支払い日についてということで、大阪市は1日、それの前日には振り込まれてるっていうことです。はい、以上です。いつもありがとうございます。失礼いたします。Thank you.